ですか、孝太郎さんは。安定したフェードボールって。フェードってこういうことでしょ。そうね、だけどある程度飛ぶ人だったら、うん、もうこのグリーンをこう、あ、ごめん、このバンカーを、うん、多分200ぐらいで超えるから。そう、うん、でここにバーンと打っておけばいい。で絶対にダメだけど、ここは隣のホールだったら、うん、意外とこの辺に残るとセーフ。そう、2打目狙えるから。で左、そのこの距離出る人は、吹き流しまで飛ばせる人はこっちは危ないのよ。フェード左のバンカー超えると OB だから、だからフェードかかんなかったらもう1ホールだからね、トラブルだから。だからちょっとやっぱり右狙いがいいと。で420しかないから、もう全然サービスロン。そう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 、頑張って、まあ、できたらバーディー取りたいっていう舞台ですね。まあ、その見えてる2個のバンカーがこのバンカーですからね、うん、から意外とこう見るとフェアウェイも狭いですもんね。そうそう、まあ420ヤードのパー4むずいからね。ちゃんとパー取れるかってそう簡単には取れない、うん、そうですね。420のパー4で当たり前のように4を取ろうとしてるんだから。そうだね、パー5と思うからバーディーと思うけど、どうしても鼻息が荒くなるね。よし、ここはバーディーってどうしても鼻息が、風ね、今の逆だから上げですからね、うん、はいはい、左から右の上げですよね。というわけで、右のバンカーの上、狙い。これ許してもらえんのかな。大丈夫大丈夫、あそこ大丈夫、あそこ打っていいのかな。ちょっと、うん、大丈夫、もう一回打っとくか。後ろだし何もない。多分隣のホールから打ったりしたら怒られるでしょ。え、いや、いつも打ってるよ。いやいやいや、映像的に映像的にすいません、お邪魔しますね。何もない、もう貸してもらえなくなっちゃうか。ナイスボール。いや、これはやばい。ロースピン。あ、でも風で最後持ってかれてる、うん、ドライバーだけが心の支えですね。残りは90ぐらいかな。で、スタンスがちょっとかかるような気もするんだけど、ライもいいんでこのまま打ってしまいたい。はいはい。で、もう完全上げ。完全アゲンスト、うん、で、あの左の木が邪魔になってる、うん、左が正面の木が邪魔、うん、むずいよね。むずい。アゲンスト見越して、うん、ちょっと大きめの番手で押さえて打って、でも当たりたくないねっていう、うん、だからできたらグリーンのあの右をうまく使えるといいなって感じ。ライも悪いし、優しくないね。ほい、あれ、風やんの？これ、画面の風ですよ。画面では伝わらないと思うんだけど、突風が来ました。こういう時無理して打たないのも、まあ大事っちゃ大事ね。プレーファーストも大事だけど。行きます。うわー、右行ってもた。しゃあない、ね、どこ行った。いや、グリーン右風に結構持ってかれた。そうだね、風に結構やられたね、うん、まあアプローチしやすい。さあ、鼻息荒くなってます。石井選手、今のこの突風を見てクラブを変えようと思ってます。何に変えるんですか。もともと52とか持ってたんですけど、はいはい、もう80何ヤードなんで、はい、まあまあ風が強いぞと。風が難しい、しかもね、今瞬間フォローになったりくるくる巻くんですよ。からでしょ。それで何にしたの。ピッチング持ちました。おお、賢い。
回るか。おお、あんなに流されたよ。乗ったでしょ。いや、いやちょっとこぼれた。オーバーした。しょうがない。全然その加減がついてないですよ。いや、目つしが落ちない。僕が目つしする前に全部小山さんがやってくれる。なんか王様のゴルフみたいな。ダーフェイダー。一応持ってるんだよ。やろうと思うと、あ、終わってるっていう。一番最初にやってたよ。なんならカメラが映ってないとこで空いてるやつとかやってますから。ああ、いいね、いいね。映した方がいい。あんなショートしてんのこれ。いやちょっと中途半端だったな。18ヤードぐらい。お、高級ウェッジ。下りだからね、そんなには止まらんと思うけど。いかんかったね。うん、あれは止まってない。あんまり落っこってこなかった。先生の前はカップをオーバーして上りのパットを打ちたいなと思ってるんですけど、もうちょっと行ってくれるとね、上りがね。54度。いや、これ60度です。あ、60度。左下がりでふわっと浮かすの、なかなかのテクニックが必要ですよ。54度じゃやっぱツンって行っちゃうの。いや、多分それだと前跳ねちゃうと思うんですよ。ファーストバウンドで止まってくんないと、これ多分グリーン出ちゃうんで。そうだよね。結構ね、下りがある。もうちょっとその辺にいるよと言って。まあまあ傾斜のラインですけど、まあしょうがないし。これは転がって欲しかったんだけど。さあ、2人とも3オンということはバーディーパットでございます。微妙なバーディーパットではあるんだよね。はい。取らないとね、バーディーね。できれば取りたい。切れるとしたらスライスだと思うんですが、どうでしょう。おい、ナイスバディ。どうも。すげえ、なんか揺れてたぞ。どうなってんの。足跡があるんだよね。うわー、切れない。オッケーっす。だいぶカマスが小山さんに近づいてきた。いやいや、カマスかかってたの。いや、かかってるんだったら9ホールで2打は俺もらわないといけない。7番ホールが終わっていきなりカマスって言われるの。これはまずいぞ。これはまずいぞ。引っかかっちゃったよ。もう2人でバンカーショットするか。当たんないんだって言ってんじゃん。調子悪いんだって言って。硬いね、これは。土っていう古いの。土だね。